パク・トンリョン、去年いらっしゃいパチ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 、去年新人賞をもらった方なんと23、うちの子供よりまだ去年の作品はね、絵に立体感をつけて半立体にしている面白さっていうのもあって、それで受けたんですけど、今年は大学卒業しちゃったもんで場所がなくて小さい絵だそうですけど、でむさびの隣の朝鮮大学でらして、この間学園祭に行ったら、なんとはしごがこうついてて、お互いに行き来して一緒に絵描いたりして、そういう交流ができてよかったなと。私たちの頃はなんか全然お友達じゃなかったです。よかったです。まずこれは油絵っておっしゃったっけ。そうです この形作るのすごく大変そう。これはキャンバスをくるりとして中に詰めて。あ、そうですね。はい。普通の、キャンバスがあって、それを切ってからでまた、貼り直したんです。これはなんでこの形にしようと思いになったの。やっぱりリアリティを少し追求するために、この形、iPhone の、その3の時の iPhone をモチーフにしてやってるんですけど、形も比率は全部一緒にして。ああ、すごい。形も全部一緒にして、それをちょっと拡大化した。これに穴開いてジャックとか入れられると。でもう一つのは、檻というんですけど、動物、なんだっけ、虫を描くのがお好きでっていうのをさっき伺って、そうですね、去年のはね、立体になったところにアリさんがいっぱいいて、気持ち悪いっていうのが良かったね。今回は怖くない。これはこれとこれと一緒にお出しになったのはなんで？内容的にはちょっとまた違った感じなんですけど、一緒のそのテーマとしては、その閉鎖感っていうのをちょっとイメージして、絵を今描いてるんですね。それで両方ともちょっと閉鎖感をイメージして作っています。こっちですと、その、携帯の中にその、檻に挟まった感じの、そのことをイメージして、こっちもなんか虫かごの中に、閉められた感じの、イメージでちょっと描いたんですね。でこっちの絵はその外には、違う昆虫とか、昆虫が外にいるのね。はい、そうです。人とその昆虫が逆になっている感じに作って、なんか風刺画的なことをイメージで描いた。大体何時間ぐらいでお描きになるの。両方とも1ヶ月から2ヶ月の間で、こう並べて並べて描いてらっしゃる。あ、一つ一つやっぱり集中して。僕もったいないから。広角で撮ってるんですよね。ちょっと顔が違うの。広角で撮ってるんだな。広角で何枚か資料を作ってみて、それを資料にして。あと、なんかお聞きになりたいことありますか。はい、はい、どうぞ。なんか個人的には、なんか死生観とかね、なんか死を暗示させるような何かを感じ取るんですけれども、一個人としてはね、その質問は本心かなんですか。そんなこともあるんだよね。ちょっと、去年の違い、なんだっけ、モダン通信にお書きになったことをお読みになってからだよ。ああ、そうです。ですね、前 その展示の時のアリが書いてあるやつは、やはり死とか戦争とかをちょっとイメージして書いたものなんです。それ、まあ、イメージ的には結構近いものをやっぱり感じていて、携帯とかはやっぱり携帯に縛られて、最近ではニュースとかで、ポケモン
ポケモン GO とかして、それでなんか事故で事故が多かったりとか、そういうのをやはりちょっと死とか関係はちょっとあったりとかして、そういったなんか自分の近くにやはり死っていうものは近くに存在するんだなっていうのを感じながら、制作に取りかかっている感じなんですね。あ、言っちゃいけないんだっけ、あの16歳の時に、はい、あ、大丈夫ですね、言っていいんですよね、はい、あの、なんだっけ、くも膜下出血におなりになって無事生還なさったそうなんですね。運が良かったのねすぐさ、あの人を見つけてもらった近くに親がやってまして、あ、よかったですね、病院に連れて、やっぱりその時のことってずっと思ってるのかしら。そうですね、なんか自分の人生の中でターニングポイントみたいな感じで、そういうのそこで一度自分は死んだ気持ちになったんです、やっぱり、ね、だからまた大なんか新たな自分が、絵を描きになってたの、その頃のずっと。じゃあ、そうですね、美術部としては活動していたんですけど、でもその時中学生で、まだ、はい、あ、絵を描くのは好きで、でもまだこういったなんか何か自分の考えていることを表現する、本当に遊び感覚で、そうですね。で高校で病気になってからはちょっと真剣に取りかかるようになって、いいことになってよかったですね、そうですね、なことがね、やっぱりこういうこともやっぱりそのなんていうんだろう、あのじゃなくあの昆虫入れといてこれが死んじゃうっていうニュアンスもあるわけですよね。そうですね、この人たちが死んじゃうよみたいな話しました、すごくいただきます、なんか鋭い、ね、これからはどういうふうにしていらっしゃるか、そうですね、今まではこういった顔をずっと描いていたんですけど、うん、今描いているのはこういった何か、虫かごとか、瓶とかにちょっと人を入れたりとか、なんか第三の目からちょっと、うん、社会的な絵で表現できればなって考えています。すごく奥が深いあと何だろう、何を聞いておくといいのか、デッサンなんかお好きでした？あ、すごい好きでした。いろんな方に聞くとね、デッサン全然 なさらなくてを始めた方と、あの基礎はデッサンががっちりっていうと、もう二つに途中までいい加減デッサンしたところにみんなだんだんピカッと分かるんですよ。やっぱり役に立ってます、ね、すごい役に立ってます、やっぱりその絵を描くことによって、そのやり続けることによってやっぱり技術もすごいその積み上げていくっていうのをやっぱり感じて、基礎っていうのはやっぱり重要だっていうのは清水さん、どうぞどうぞ、はい、その描写のトレーニングっていうのはどういうふうにしてやってた？中学高校の時はその美術 その友達と一緒にデッサンは、まあ、部活の時にずっとやってました。あとはその自分の好きな漫画とかアニメ写真とかをそのトレースして描いたりとかすごいやってました。アフライナーとそれなんていうかそのこういうもの、油絵を使う技術っていうのはどうやってるんですか？高校の時も油絵を始めてたんですけど、高校の時は何も教えてくれなかったですね、やり方も教えてもらえず。でもそう、で大学になってからその基礎を初めて教えてもらって、やり方的にはその基礎っていうのはやっぱり重要ですけどね、自分 その何も考えずに描くっていうのもすごい重要で、その両方を組み合わせて今の自分の絵の描き方っていうのがあるんだなって。そこら辺みんな聞きたかったの、若い人の話を聞きたいというのでパクさんにお願いしたんです。そこら辺嬉しいあと若い人、今までに作品がどれぐらいお持ちでいらっしゃるのか。あ、
そういうのは全然その数を数えてないんですけど、大学の時には20から30歳。ああ、すごい。じゃあそれ在庫ですね。そうですね。大学はどこ？あ、朝鮮大学です。武蔵の隣の美術の美術科、教育学部の美術科っていうのがありまして、そこで。なんか武蔵と一緒、あのはしごがあってお互いに行き来してて一緒に描いたりしてるっていう話さっき伺って面白そう。どうぞどうぞ。あと何かこれは聞きどかなきゃとか、その段の後に出展しようと、はい、あの思った、はい、きっかけといいますか、はい、目的といいますか、それはどんなでしたか？最初はその全然その会員になるのを目標にしたりとか、そういうのは全然なくて、まずそのタイミング的にすごいモダンアートっていうのをがそのインターネットで探したらあって、で作品とかを見ているとその抽象的な作品が結構多かったりとか、でもその中にその立体的なものだったり、本当にさまざまな作品がたくさんあって、やってる人もたくさん多くて、なんかでその最初そのモダンアートにしようって、きっかけっていうのは、なんか大学が卒業してちょっと自分も何かのその会とかそういうのにやっぱり参加したくて、タイミングよくそのモダンアートのその公募があったので、それにちょっと応募したのが最初のきっかけですね。でその後すぐになんか会友に招待があったので、そのきっかけになんかどんどん交流も含めつつ美術を磨いていったらいいなと思ってここに初出品で、あの新人賞をもらいになって、トントン拍子に今年は開運でいらっしゃる。これは最短の出世コース。でもそうやってあのネットからあのモダンアートにあの応募してくださるなんて、直に聞いたの初めてで嬉しいです。ああ、それでそういうとこからあのダウンロードしてできますよっていろんな人に言っても、直に僕がっていうのは初めて。ありがとうございます。あと何か、あとだね、はい、司会者も大きい声でね。司会者声ちっちゃくてごめんなさい。大きいよ。展示をやっぱり見ているとすごい大きな作品がたくさんあって、迫力がやっぱり違うなってやっぱり思いました。なので今回ちょっと小さい作品ばかりがちょっともったいない感じがあって、でも今後やっぱりその展示する時とかはもうどんどん大きな作品を作って発表していきたいなって。ありがとうございます。